さあ、行きますよ。フィニッシュだ。これで落としてやる。おやおや、誰かと思ったら孫悟飯さんじゃないですか。私を助けてくれたんですか。同じ第七宇宙の仲間ですから。いいんですか？私なんか助けても、今度は本当に裏切るかもしれませんよ。その時は僕がこの部隊から落とします。いいでしょう。ひとまず教頭と行きましょうか。足手まといにはならないでくださいよ。ええ、わかっています。ほい、ディスポン、僕たちが相手だ。一発当てたくらいで調子に乗り上がって、二人まとめて俺が落としてやるぜ。そんなことを言っていられるのも今のうちですよ。正義の力、見せてやるぜ。ユナイテッドジャスティスストリーム。ジャスティス、やるな。ジャスティスクラッシュ。殺して差し上げます。お前じゃ勝てんぜ。本気を出させてもらいますよ。信頼していただけて光栄ですよ。思い知らせてやりましょう。恨みっこなしでお願いしますよ。思い知らせてやりましょう。くらえ、ジャスティスキック。安心してください。すぐ楽にして差し上げますよ。
17号さん、まだ遊んでいるのですか？少々遊びすぎですよ。お忙しいところ失礼しますよ。さすがは正義の戦士様です。なかなか頑張りますね。ご立派ですよ。そろそろあなたの正義とやらを私にぶつけてみせてください。できるものならね。ジャスティス・クラッシュ。さようなら、正義の戦士様。ジャスティス・クラッシュ。正義の戦士様です。ですが随分と無様な姿ですね。ズタボロでまさしくゴミ。ゴミはゴミ箱へ、弱き正義はブルタイの外へ。この私が優しく落として差し上げますよ。ぶっ殺して差し上げます。そらおや、そらいらん。もう正義はいらん。覚悟は決めた。ほう、いいでしょう。見せてもらいましょうか、あなたの覚悟とやらを。派手な変身でも見せてくれるのかと思えば、そんな怖い顔をしてもどうにもなりませんよ。だといいが。ま、試せばわかりますよ。おや、あれは。こいつを食らえ、ね、えやるな。破壊って、いかにも俺たち破壊神だけの力。覚悟を決めたトッポは破壊神と同じ。そう、破壊神トッポの誕生だ。何が破壊神です。このゴールデンフリーザには無意味ですよ。破壊の力などすでに経験済み、片手で十分ですよ。あなたには落ちていただきましょう。地獄の底までね。やれやれ、
少し埃がついてしまいましたね。ぶっ殺して差し上げます。そら、キャッ、そら、うん、やっか、なめるな、そら、キャッ、そら、うん、やっ、ふっふっ、はっ、いや、この場で貴様を破壊するのはたやすいが、それでは失格となる。ゴミはゴミ箱にだったから。前はフリーザ。17号さん。ジレン、このままだと時間切れになる。さっさと奴らを落とせ。孫悟空があの状態だ。俺たち二人でやるしかないな。言われなくても。まだまだ行くぞ。無駄なことを。もう戦えないものを武部隊にあげるのがお前たちお得意の信頼とでも言うのか。信頼？何が言いたいのですか。俺に二度も手を下させるな。あなたが手を下す心配などなさらず結構。あなたは再び敗北を味わうことになるでしょう。その私にね。おや、お得意のポーカーフェイスはどうしたんです。黙れ。一度砕かれた強さとは実に脆いものですね。あなたの心の悲鳴が聞こえてくるようですよ。弱い自分には戻りたくないってね。こっちだ。ゴカゴカゴソラゴカゴソラ。ふふ。た。いや。ゴカタタタ。ゴ。ひや。あなたには落ちていただきましょう。地獄の底までね。まさかこの私がゴールデンの状態が維持できないと。すまなかったな、二人とも。博士っぱなしになっちまってよ。あなたも後ろに下がっていてはいかがですか。フリーザー、俺たち全員とっくに限界を超えちまってんだ。今ここで3人が協力して立ち向かねえと、だから宇宙は消えちまうんだぞ。思い知らせてやります。死になさい。こいつで終わりだ。今すぐ黙らせてやるぞ。かかりましたね。火だらけだ。くそ。
星をも壊すこの力、堪能していただきましょう。もう逃げ場はありませんよ。やっぱジレンはすげえ。たった一人でここまで強くなってよ、オラたちが束になってもかなわねえかもしんねえ。勉強になったぞ。私を生き返らせるという約束、覚えているでしょうね。フリーザ、かと聞いてるんだ。おめえが約束破らねえ限り、オラは約束を守る。そりゃおめえが一番よく分かってんじゃねえのか。あなたのそういう甘いところにはヘドが出ますが、今だけは感謝して差し上げますよ。二人とも仲直りは済んだか。死んでも治りませんよ。はあ、私を投げ飛ばしなさい。わかった。いいんですか。私は悪事をやめるつもりはありませんよ。その時はオラが倒すさ。さてどうなりますかね。Thank you.